というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。何も聞いてはないですが、カメラだけ回そうと、うん、まあ久しぶりにね、はい、クイズをやろうかな。クイズ、かつてやりましたね。ラッコさんが、はい、当ててくださった一人回答者一人的中という。そう、すごかったね。でもね、まああの時は、はい、まあ、ギルドとかないじゃないですか、はい、でも今はね、ギルドがあって、まあ、ダンマン団なりオニコン教団なり仲間がいるでしょ、はい、だからまあ見てくれてる人も多いんで、うん、まあもうちょっと回答者が出てくるんじゃないかと。あー、なるほど、はいはいはい。まあだからどういうことかというと、まあ僕がこれからクイズを出すんだけど、はい、それの的中した人に、まあ、Google プレイ1万円を。それはスタッフさんが出すんですか？まあこれ翼くん、それはもうそれは翼くんですよ。もう僕に何のメリットがあるんだって。アイデアを考えてるだけでもうね、労力を使ってるんでね。いやもう、ほんで一応もう、はい、まあ、はい、的中者が複数人いる場合は、はい、その中で抽選、うんうん、逆に完全な的中者がいなくても、うん、限りなく近い人を的中と。ああ、じゃあ絶対に誰かに当たる。そう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 。だから前回のは、はい、まあかつてドラゴンクエストウォークが何ていうんですか、リリースされる前に、まあ、うちの役者が、うんうん、実はこれに関連する動画に、ね、映像にね、はい、出てますよと、はい、それはどれでしょうっていう問題でした。探した、はい、でまあラッコさんが回答しまして、そうですそうです、で的中しまして、すごかった、本当に探しましたよ、ね、次の日ぐらいに来ましたかね。そうそうそう。でも今そんなラッコさんが、はい、あなたのギルマスですから、ね、いやそうです、これ、ね、この関係でズブズブでねやってますね。でまあじゃあ、はい、どういう問題、まず僕ね、今だけちょっと先に言い訳をしておきたいんですけど、言い訳、はい、僕はね、はい、本来は格ゲーの人なんですね。格ゲーの人、そう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 。ああ、若かりし頃は格ゲーに力を入れてたりなんですよ。なんかいろいろやってますね。だからこれタクトの闘技が下手でも、はい、しょうがないですね、これね。ジャンル違いなんで。タクティクスじゃなくて。そうそう。まずその言い訳だけ。ああ、わかりました、わかりました。はいはい。でね、はい、これで、実はですね、僕はね、はい、何の格ゲーにハマったかというと、はい、バーチャファイターです。おー、それはもちろん知ってますけど。で、はい、まあ、バーチャファイター1は触る程度、うん、まあほとんど一人でやってましたね、はい。で、2から人と対戦して、まあ、はい、人気自体も2から出たようなもんなんで。はいはいはい。で、3で本腰入れたんですよ。で、この3で大きな大会が開かれて、はい、これ、エンゼルカップ、森永のエンゼルカップが開かれて。森永で、これ当時ね、90何年、はい、正確にちょっと分かんないですけど、はいはい、カメレオンという漫画がありまして、あー、知ってます、はい、この作者さんが、加瀬敦史さん、この人分からないですけど、はい、この人もバーチャファイターにハマってて、はい、なおかつこの人は千葉なんですね、はい、ここも結構激戦区で、はい、もう当時で言うと有名な柏ジェフェリー、ごめんなさい分からないけど、津田沼ジェフェリー分からない、ジェフェリーだけ通り名があるプレイヤーがいっぱいいた、この世代の、そういうことか、今の方が名前なんだ、そうです、はいはいはい、新宿で言うと新宿ジャッキーなんてのもいました、へー、池袋サラなんてのもいました、この世代です、ね、はいはい、で僕ね、まあ、新宿って結構激戦区で、はい、まあ、バーチャファイターの、その本戦に行く予選が各ゲーセンで開かれる、はい、で僕は、まあ今はないんですけども、はい、まあ、高田の馬場とかあるのかな、はい、三門という歌舞伎町のね、西武新宿駅前にあった三門という、まあ、ここも結構強豪揃い、はいはいはい、ここの予選に出て、はい、出場、おー、あと有名なところで言うと新宿のスポーツランドね、もうここら辺はもうバーチャファイターのもう聖域って言われてますから、聖域聖地って言われて、うん、バーチャの聖地、そう、はいはいはい、そのぐらい言われてます、なるほど、で、まあ、出場権を獲得しました、うん、これね予選本当にね5回ぐらいやったんですかね、はあ、それで最終、うん、へえ、そう、飼育味方代表の中に2名へえ代表だ、代表ですよ、はいはいはい、でまあそれが、はい、まあ、大体1ヶ月後とか、はい、そのぐらいだったんですね、その本戦がね、はい、はいはいはい、でまあその当日ですよ、夕方の6時ぐらいから、うん、まあ、要するにその何つうんですか、投票受付じゃないですけど、ああじゃあ出場の、そう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 、はいはい、手続きをして、はい、抽選会が行われるわけですね、対戦トーナメントね、はい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 、まあ、それが、はい、で試合開始が7時ぐらいだったと思ってます、うん、僕の記憶の中そのぐらいだったなって、もう30年ぐらい前の、まあ、相当前だから、まあ、それはね、25年から、はいはいはい、うん、それ以上前の、さすがに覚えてねえわと、そうそう、はい、だけど僕はその大会を辞退するんです、辞退辞退辞退した、大変な思いして獲得したねえ、5回もなんか代表まで取って代表辞退した、辞退した、なんで、まあ、これ辞退したことに関して向こうに迷惑かけることないですよ、補欠がいるんでね、あ、そうなんだ、そう、補欠用意って言うんですよ、やっぱ当日ほら具合が悪くなっちゃうから、そうか、ああ、じゃあその人たちはラッキーだったそう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 、まあまあまあ、ラッキーだったんです、はいはい、僕は辞退をした、なんでした、なぜ辞退したでしょうというのがクイズ、ここ？これがクイズ。なるほど。はあ。なぜか。そうそう。わかります。じゃあこの答えを言ってくださった方の中から当たった、うん、もしくは
近い方にプレゼント。そう、もう完全的中はもうその人ですよ。まあもちろん、ね、もしくはそれが3人いたらその3人の中で抽選です。あ、そこは抽選で、はいはい、はい、わかりました。これ3万円は傷でしょ、つばさくん。いや、もうちょっと本当勘弁してください。そう、やっぱり1万円が今の懐具合からつばさくんのね限界なんで。限界超えてますけどね、はい、まあ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 。じゃあこれも以前みたいに僕に言ってくださるというかね。そうですね、だからもう本当に例の700人到達とかと同じ方法でいきましょう、はいはいはい、あ、分かりました。ただまあこういう時ね、本当にリツイーターみたいな人ってグンと減ると思うんで、はいはい、うん、まあ基本的にはタクトプレイヤーとかがまあ回答してくれればと。だからまあこの回答はまあいつものようにリツイートをして、そこにね引用っつうんですか、はい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 、うん、ああ答え書いてくれてもいいし、はいはい、まあ人に見られたくないっていうぐらい自信満々の人はDM、 あ、なるほど、はい、とかでもいいし、はいはい、まあ、またねご新規さんはできれば、あ、そうですね、チャンネル登録もしていただければ、していただけると、はいはい、ありがたいかな、とても嬉しいところですね。そうそう、わかりました。だからまあやり方は一緒、はいはいはい、ただ今回は回答を書かなきゃいけない。なるほどね。でもまあリツイートの人たちもね、登録してますとか毎回書いてくれるじゃないですか。まあリプのとこにもありますから。そうそう、だからあれでいいんですよ。はいはいはい、うん、ただ中にはね答えを教えたくないと、これ絶対、まあまあ、あいつのことだからこうじゃねえのと。はい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 。ね、雪吊りかもしれねえと。あるでしょうかね。今のなんか若干答え減ったみたいな感じになりますね。これ雪吊りね。もうないだろ、そうそう、雪吊りはもうない。雪吊りはさすがにない。だって、6時とかの、この時間帯だから雪吊らない。あ、そうですか。雪吊らない。ちょっと早いです。早い早い。わかりました、わかりました。雪吊りある程度酒入ってますからね。もちろん9時、10時まで、ね。そうそう。はいはいはい。そのまま湿気込むんだ。これは雪吊れない、まだね。じゃあもうこれでもしまあもう一個、そうですね。皆さんとってありがたい情報がいっぱい出たということで。そう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 。だからなぜ辞退したか。はいはい。まあでも限りなく近い人が当たりにするんで、はい、全くのあさっての方向で全員だったら僕その中からどれが近いかなって考える方が難しくなっちゃう。まあそれはすごい面白そうですが、わ、うん、かりました。まあ、何にしてもね、はい、ワンチャンあるよ。とにかくやってくれればいいよってことですね。わ、うん、かりました。でもしかしたら何かこの動画内でね、はい、僕がほら適当な会話の中にヒントがあるかもしれないし、はい、それはわからないじゃないですか。はい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 。はい、なんでまあちょっとね。はい、考えて、はい、まあ、僕らしいといえば僕らしい。ほう、なるほど、ね、顔も出てない黒板の人ですけども、はいはいはい、まあ、ここまでのこういうね喋りをしてる中で、人間性を分かった上で、そうそうそう、あと思っていただければ、まあ、それがじゃあヒントということ。そうですね、はい、わかりました、はい、まあ、ちゃんと僕連絡して辞退しますって電話しましたからね。そのなんか、ね、いるんですよ、そのなんかポンプみたいな、はいはい、うん、ところに、そう、公衆電話からね。まあ携帯も当時は携帯が普及されてないですからね。ポケベルとかなのかな。そうそう。これじゃあ締め切りいつにしますか。まだ来週の火曜日12時でいいんじゃないですか。はい、じゃあまあその日は多分告白、まあ、できればちょっとね、はい、バチャバチャと盛り上がってほしいなというね、まあ、ちょっと期待しますか。意外とダンバンダンとか、うん、ラッコさんとか、はい、こういうの好きかも、ね、そうですね、やってくださる感じあるんで、はいはいはい、それで変に盛り上がってくれる、うん、じゃあ今回こんな感じ。どうもあざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。